はい。皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みともです。ウルトラマンタイガー25話最終回、バディステイゴーの、感想でございます。これ感想なんですが、うつ主さん、ちょっとこれ、次の動画でも話すんですが、今日撮影日、12月21日が仮面ライダー令和、は、ファーストジェネレーションの公開日のため、実は映画館に行ってきました。というか、映画見てきました。それも、後日つうか、明日の同じ時間帯に仮面ライダーと同時か、もしくは、月曜日前後に投稿する予定ですが、まあ、それ見てたため、午前中に見れなかったので、ゆっくりもう一回家で見れましたけど、ちょっとよくわからないなぁと俺思いました、今回の回は。すんません。いつも見てるっていうか、まあ、ウルさんも何回も言ってますけど、ウルトラマンが放送してるエリアじゃないので、YouTube とかで見てたんですが、もう一回。わかんなかったです、内容は。ヴィランステージ、いや、最終回、ウルシャを倒して終わりだったじゃないですか。まあ、実際見てたんですけど、正直言って、ちょっとわからない部分があった。ピリカさんって、アンドロイドだって24話の回で、言ってたと思いますけど、ちょっとそこの疑問って、あれ、人間に戻ったの？それともアンドロイドの方で登場したの？っていう疑問系です。なんでそう思ってるかっていうと、なんでそう思ったかっていうと、実際見て、ピリカ3号って、03って確か、一応付けられてたの、カナさんだね、カナさんが作って名前つけたけども、もっと地球用につけたけど、わかんない部分がちょっとあったから、っていう感じですね、この資産的には。で、そして第1話に出てきた敵、それギャですね。あれとの決着がついてるのがちょっとわからないような感じでしたね。それもありますね。うちの人も見て。ちなみに、うぷにしさんからの感想、ウルトラマンタイムのやつをまとめるとしたら、あれですな。わかりませんだね。テレビ版見たけど、全然見てたけど分かんないっていう、どこの方向に向かってんのっていうのがちょっとありました。で、なんだっけ、第一話に出てきた桐生さん、どんなことこの桐生さんに出てきた最近いたと思うんですけど、あれともう一人いて、セブンエックスの敵やったキャラが、イージスの仲間になったの、ちょっとあそこは嬉しかったですね。それを俺見て、正直、やるねーって、そしたら、さくら警部かな、あれ。よくあそこまで話したし、とにかくわかりやすかったかな、最終回に。ただ疑問は、映画決定したじゃないですか。まあ、さっきも仮面ライダーの映画見てきたよって言いましたけども、初回見てきましたけど、絶対、主さん石巻に住んでるよってツイッターで、前言ってたと思いますけど、映画紹介されてるエリアが少なくて、某ショップ、なんとなくイオンの中に入ってるんですよ。そこで映画やるのかっていうと、やんないんですよ。毎年ウルトラマンの映画やんないんですよ。やったとしても、2週間限定ですよ。
おかしくないですか、それ。こっちで放送してないからっていう理由でやらないより、普通の話ですよ。なんで、例えば福島やってるのはまだわかりますよ。こっちやってないからって、2カ所ですよ、映画館。長町の映画館、仙台の長町にある映画館と、普通の映画館でしかやらないんですよ、毎年。どっちみち、通りしろって言うんですかね。だから、毎年ツイッターで俺言ってますけど、テレ東はマジで見てくれないんだなって。僕からのお願いとしては、宮城県でも放送してほしい。じゃないとっていうか、正直言って離れていく原因っていうより、放送を、エリアを増やした方が早いと思う。正直。今、だいたいウルトラマンシリーズって銀河以降からやってますけど、25話しかやってないんですよ、平均。なんでね、ちょっとそれはおかしいと思う。うん。ワンクールくらいやってもよかったんですけど、ね、だいたい1年クールでやってるんですよね、TBS って。そっちの方がまだよかったかなって思いましたけど。ちょっと今回、最終回なので、いろいろと長場のと話しましたが、お客さんとしては、もう、まとめると、来年新しいシリーズやるんだったら、宮城で放送してくれと言いたかったです。ということで、動画を終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。